アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、スックのアイテムでずっと気になっていたもののサンプルをいただきましたので、そちらを試しに使っていこうと思います。スックっていうと最近はやっぱりメイクアイテムがすごくこう人気で、アイシャドウパレットだったりとか、なんか限定品がすぐ売り切れちゃうっていうイメージが強くなってると思うんですけども、実はですね、スキンケアでも人気アイテムがありまして、それがですねこちらです。マッサージクリームです。商品名はマスキュレートマッサージ&マスククリームというアイテムなんですけれども、スックのカウンターではこのマッサージ体験もできるそうで、たまに体験してみたっていう方の SNS なんか見てると、もう本当にビフォーアフターでこう輪郭がね違うっていうことで感動されている感想なんかよく見るので、すごく気になっていました。前回カウンターに行った時もこちらのアイテム紹介いただいたんですが、ちょっとサンプルが切れてたので実際に触ることはできなかったんですけれども、今回ですねサンプルが入荷したということでいただいてきました。それがこちらです。サンプルサシェの中では結構大きめのサイズになっていて、 8g しっかり試せるようになっています。でこのマスクはもちろんマッサージしながら使うこともできるんですけれども、時間がない時は顔に乗せてパックをした状態でしばらく過ごすというだけでも効果を得られるんだそうです。でこちらカウンターで BA さんに実際やってもらうってなると、終わった後のメイクなども含めて1時間ぐらい時間がかかるので、ちょっとすぐに体験する時間を取ることができなかったので、今回はですね初めてなんですけども、こちらのサンプルを使って自分でねマッサージしていこうと思います。でスックのカウンターではこんな感じでマッサージのやり方のちゃんとカタログみたいなものも用意してくださっています。なのでね、今日はこれを見ながらやっていきますよ。まずはマッサージ前の準備ということで、マッサージクリームを塗る前に両手をクロスにして指の腹で鎖骨の上のくぼみを押さえ、首を左右に 3,4 回倒しますというふうに書いています。なのでちょっとパーカーを今日オープンにしてですねやっていこうと思います。こういうことですね。でここの鎖骨の上のくぼみを押さえて首を左右に 3,4 回、今目をつぶったのはですね、この説明書のイラストが目を閉じていたからです。こんな感じかな。実際はまだゆっくりした方がいいのかもしれないんですけど、結構ね全部の手順が長いので巻き気味でやっていこうと思います。でこれが準備 でマッサージ前の準備が終わったら実際にこのクリーム使っていきますよ。でこちらの使用目安はスパチュラで巨峰粒大、マスカット大のっていう表現を見たことあるんですけど、巨峰になってますね。巨峰とマスカットってどっちが大きいんだろう。目と口の周りを避けて顔全体になじませますということなので、まずねなじませようと思います。でまあサンプルは多分この推奨する1回分の量が入っているのだろうと思うので、これを全部使っちゃいます。すごい 8g 結構すごい。これこれで、これを顔全体になじませって書いてるので、ちょっと目と、あ、口ついてる、目と口の周り、ちょっと難しいな、目と口の周りを避けてこんな感じ伸ばします。多分ねこれ首とかまで伸ばすと思うので、汚れてもいい服でやることをおすすめします。もうねヘアバンドのリボンについちゃった。さ、とりあえずこんな感じでいいですかね。じゃあいきますよ。指の第一関節、ここですね、第一関節を使い3回に分けて額をプッシュする。額の中央を上に、で額の、あ、邪魔だな、額の側面を斜め上に、こういうことか。でこめかみから生え際に向かう、こういうことですね。中央をちょっと上の部分、うん、でこのこめかみから生え際に向かうというのを2回やります。で次に目の周り、あ、イラストがすごい分かりやすい。中指で目尻から目の周りを1周半、こういうことなぞり、眉間まで指を滑らせる。なんかこのマッサージクリームがめちゃくちゃ滑らか、指をね滑らせやすいです。この動作が終わったら中指と薬指で額の中央をプッシュし、次にこめかみをプッシュする。でこめかみから耳の前を通って首元へ流す。でこれを2回繰り返す。中指で目尻からこうやって1周半で、プッシュ、プッシュ、そうってことですね。あれですね、マッサージクリームと普通のクリームってテクスチャー違いますね。もっとオイリーでこうスルスル滑ってくれます。で次、親指の第一関節を使って目元の4箇所をプッシュする。
目頭の横の鼻の骨のところを軽く挟んで上に押し上げるようにプッシュで、黒目の上の骨、ここですね。次に眉山の下あたりの骨、眉山の下、ここか、だから中央あたり、この辺ですねをプッシュで、こめかみを優しくプッシュして、そのまま耳の前を通って首元へ流す、こうですね。目頭、黒目の上あたり、眉山のあたり、こめかみで流す。でここまでできたら親指と人差し指の側面全部、ここですね、ここを使います。親指を顎のラインにかけて、人差し指を鼻横から顎に沿ってぴったりと、こういうことですね。自分の顔をこうポンとみたいな感じで、でそのまま指に向かって垂直に下を向き、こう1、2と圧力をかける。ちょっともうね、すでに合ってるか怪しくなってきましたけど、こうかな。次に中指と薬指で顎の中央を強くプッシュ。でなんか優しくっていうの結構聞きますけど、強くプッシュってください。って感じですかね。口角の脇をやや強めにプッシュ。鼻の下を弱めにプッシュ。一連の動作を繰り返す。何回ぐらいだろう。こう強く強く弱く。強く強く弱く。ラマーズ法みたいな。このぐらいしたら次、鼻の周り、小鼻の汚れを奥から浮かせて取り除く。いいですね。中指の腹で小鼻の溝を半円を描くように15回程度なぞる。こう、あ、でもこれなんか割とクレンジングクリームとかの工程でもあったりしますね、こういう動き。これね、なんか気持ちよくと好きです。結構難しめのマッサージの動きの中でもこれはね、覚えれそう。でこれを15回ぐらいしたら、拳を握り、指の第二関節、ここですね、ここを使ってフェイスラインに合わせて奥歯の噛み合わせ部分まで持ち上げる。ここってことかな。ここまで持ち上げる。顔を下に向け、両手に預ける。こうだね。頭のこう重さをこう手に預けるような感じにして、拳を上下に返しながら、え、上下に返すってどうだ、こう、こういうこと。イラストもなんかこうちょっとフルフルしてるような絵になってるんですけど、あんまり意味がわからない。でも適当でいいかな。こうして、で拳を横に滑らせ、耳の前から首に流す。首元に流す。これ首元に流すっていう動作は気持ちいいですよね。なんかこうリンパが流れてる感じがする。で次、フェイスラインですね。人差し指を顎の上で、中指と薬指を顎の下に置いて、顎をしっかり挟んで肘を上げて、すごいなんかアクロバティックになってきてる。そのまま耳の前までフェイスラインに沿って引き上げる。なんかわかんないですけど、桃井香織って感じです。すごいなんか桃井香織に対してどんな偏見持ってんだって感じですけど、 SK2 みたいな、まあこれソックですけど。でこれを2回繰り返す。そして反対側も行うって感じです。こう、これね、確実に着ている服とヘアバンドベタベタになりますので、本当洗えるやつで皆さんやってくださいね。で次、頬骨、頬を引き上げてメリハリのある印象に、いいですね。親指と人差し指の側面を使って、右で左頬、左で右頬を行う。人差し指と親指のカーブ部分を頬の丸みに当てる。ここってことかな。で顔の重みを手に預けるように傾けた。こうで3秒キープ。顔を起こし、そのまま耳の前まで滑らせ、首元へ流す。なんかこの顔の角度と手の角度がもうだんだん難しくなっていく。もうなんか、え、こうだったっけ。人差し指と親指のカーブこうだよね。こうでもね、預けるからこう、すごいなんかめちゃくちゃ頭使う。でこれを2回繰り返す。はい、クールだ。最後来ましたよ。人差し指と親指の側面全部を使って、親指を顎のラインにかけ、人差し指を鼻横から顎に沿ってぴったりこうまたホールドしますね。で中央から耳の前に向かって手を滑らせ、そのまま上を向き、首元へ流す。こういうこと。これを2回繰り返す。そしたら最後、整理体操。中指と薬指で鼻先から眉間へすり上げる。で両手で交互にすり上げる。こうで人差し指を加えた指3本で額の中央をプッシュし、こめかみをプッシュして終了です。はい。でマッサージはぬるま湯か水に浸して軽く絞ったスポンジクロスで拭き取るか、丁寧に洗い流しますということなので、ちょっとね、手を洗っていきたいと思います。
はい、ちょっと手を洗ってきました。でスポンジクロスがないので、なんか子供のガーゼを濡らしてきたので、これで拭き取りたいと思います。タオルとかで拭き取るよりもスポンジクロスを使った方が綺麗にね、吸い取ってくれるんだと思います、こう余分なクリームを。なんですけども今はないので、ちょっとねタオルでやっていきます。ちょっと軽く落としたので、残りねちょっと化粧水で拭き取っておこうと思います。いつものねナリスワップのネイチャーポンプです。今ね触った感じね、すごい肌がプリッてしてます。いつもの弾力と全然違いますね。なんかこう肌がみちっと詰まったような感じがするっていうんですかね、ほんと肌触りが違います。なんかこうお肌って洗顔した後のこのふかふかした感じも好きですけど、やっぱりこう30歳超えてくるとこういう張りのある感触っていうのがね恋しくなりますね。表面も滑らかですし、すごいなんかこう密度のある肌みたいな感触になっています。どうだろう、なんかビフォーアフター特に撮ってないですけど、なんかどっかすっきりした感じしますかね。さっきのマッサージクリームね、途中でも言ってましたけど、めちゃくちゃこの指を動かしやすい滑らかな感触だったんですが、拭き取ったりとかするときにベタベタしたりとか、なんか油分が多すぎるっていう感じはないですね。なのでやっぱりマッサージって普通のそのフェイスクリームでやるよりは、マッサージクリームってなっているものでやった方がいいんだなってすごくね実感しました。で実は私マッサージクリームって使ったことがなくて、時々なんかこうアウェイクとかのなんか福袋に入ってたようなこうマッサージジェル的なこうゴマージュみたいな、どちらかというとその汚れを落とすことが専門みたいなマッサージとかやったことあるんですけど、こういうなんかこう顔のリンパ流してみたいなやつを自分でやるようなマッサージクリームっていうのは使ったことなかったんですけど、むちゃくちゃ気持ちいいですね。これこのね全9工程あるこれを見ながらやったわけなんですけれども、結構途中で本当にこれで合ってるのかなみたいな動きとかもあったので、やっぱりカウンターで一度ねこうお手本を見せてもらってやるのが順番的にはいいかなと思います。なんですけども、まあ、この見よう見まねでね自分でやっただけでもすごく気持ちよかったので、これカウンターでプロの方にやってもらったらもう相当ね気持ちいいと思います。結構難しくて長いんですけども、やってるのも楽しかったですね。首に流すところとか気持ちいいなってい う, こう動きが自分でもあったので、そういうのはいつものスキンケアに取り入れてもいいんじゃないかなと思いました。このねマッサージクリームはちゃんとスポンジクロスが原品にはついているようで、 100g で6000円 200g で1万円ということなので、 200g がねかなり割安になっているような印象です。マスクとして使用する場合はさっきみたいに目の周り口元避けて 2,3 分置いてスポンジクロスで拭き取るか洗い流しで OK なんだそうです。今までどうしてマッサージしてこなかったかっていうと、やっぱり時間がないっていうのももちろんあるんですが、そのやり方も分からず自分の顔をこうグリグリ触るっていうのが怖いっていうのと、この手の突っかかりでこの摩擦になっちゃうんじゃないかなって心配があったんですが、これだとまあやり方のお手本がありますし、本当にねこう滑りが良かったので摩擦面でね心配しなくていいんじゃないかなと思いました。時間作ってカウンターで実際にやってもらってから現品買いたいなと思います。ね、なんか現品装備でも欲しいんですけど、なんか現品買っちゃった後になんかカウンターでやってくださいっていうのはなんかさすがに言いにくいので、なんか予約もできるそうなので、時間がある時に予約をしてゆっくりとね体験してこようかなと思います。というわけで今回はスックのマスキュレートマッサージ&マスククリームですね、サンプルを試してみました。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。